ヒグマチャンネル。今日、歯科屋さんに持っていく着物です。こういう風な、なんか、わかるかしら。こう、縦にね、なんかこう、植物のような感じの、こう、縦に柄があります。草のようなね、ちょっとよくわかんないけど、柳のような感じですね。そして、色は、薄紫なんですけども、ややちょっと暗めのね、色です。で、これは色無地で、縫い物が入っていますね、これ。親戚のおばさん、大おば様、主人の方の、おばさんですね、から私が譲り受けた着物で、こういったうちのもんですね。三つかし、丸に三つかしわっていうもんなんですけど、このもんが入っています。で、大体ね、身丈は多分155センチぐらいで、雪が、65センチぐらいだったと思います。そのままでも着れる大きさですね。ちょっと小さめだけど、着れるかなっていう大きさになっています。これをね、私はね、染め直ししたいなぁと思っています。今日は午前中で仕事が終わったので、まず隣町にバイオリンのレッスンに行き、その後札幌の歯科屋さんに向かいました。配置が。あ、ちょっとそうれまいでそっちで。なんですけど、もう色無地は色無地だと思うんですよね。一応紋入ってうちの紋入ってるので、紋は縫い紋なんで、そのままにしてもらって、染めたら紋も染まると思そう、紋も一緒に染まって、同じ色に染まってたらいいかなと思うんですけど、これちょっと汚れはあるんだけど、染めれば大丈夫かなと思って。古いと思うんですよね。大おばさまなんで。でも生地が大丈夫だったら染めてもらいたいなと。生地は大丈夫そうです。
で、なんかこう変わった地模様あってね。そうですね、うん、これもそんなにちょいちょいあるんだけど、まあ、このぐらいなら大丈夫かな。ああ、ここがちょっと濃いですね、うん、でもそうなんです、ちょっと染めたら黒っぽく出ちゃうかもしれないですね。寸法とかはどうですか。寸法はね、うん、ちょい小さいかなぐらいでね、そんなに持ってもらったらちょっとあの155センチぐらい丈はありそうで、そのままでも着れそうなぐらいの大きさなんですが、うん、だけど一応私の大きさに直してもらって、うんうん、でねやりたいのがね、まあ、NHK 見ました。 NHK のね、これこの色にしたいの。いや、この色はちょっとないかな。ないっていうか、うん、できないかな。ここからはちょっともうちょっと黒っぽい感じになりそうかなと思うんですけど、まあ、こんな、でもね、あのもうちょっと濃い色の色文字があるんですけど、それだとこれも絶対出ないかなと思って、もともとえんじのやつもあるんですよね。これぐらいにしたいんですよね。うん、まあ、ここまでこうなんていうか明るく出なくても、なんか、うん、これに近いマゼンタですよね、色にしたいなと思って。うん、結構な色ですよね、うん、だからですね、地味なものから派手なものに普通逆だよねそうです、ね、うん、このちょっと紫が強いですよね。なかなかこの色はかな、ない。ここは紫。あそっか、グリーンで。まあ、か。ちょっと違う。それはちょっと赤い。あ、でもこれとかだともう少しでも赤いですよ、ね。これは赤。ただの赤だね。もうちょっとピンク、うん、あ、ちょっと近いこのぐらいとか。そうだね、それはもう、うん、マゼンタですよね、いわゆる、うん、ピンクなんですよね。あ、こっちだ、どっちかというとこの辺ぐらい。そうだね、これ、うんうんうん、これぐらいですかね。これかこれかぐらいかな。これはちょっと無理かなちょっと明るすぎますかね、これは。そっか、じゃこれかな、これが、ね、これがいいかね、これが近いかな。そうですね、こっちだとちょっと違うかな。これか、うーん、実物わかんないからね、これもね。まあ、そうですね、私もテレビで見て、うんうん、でその後雑誌買ったんですけど、ま、なんか雑誌の方がね、まあ、テレビもね、テレビの方が、まあ、雑誌の方が近いような気がするんですよね、きっと。釣りはちょっとどうしても実物とは違う。そうそう、テレビで見るよりね、落ち着いた色に見えた、私、こっちの雑誌の方が。多分ちょっと光具合とかで、うん、艶とかもあったりすると、もうちょっと明るく見えたりはすると思うんですよね。テレビの方がね、派手派手どれがいいですかね。紫系か、まあ、そうですね、この辺とか、まあ、無難ですよね。あえて全然違う色にするとか、ぼかしの方がいいですよねいや、どっちでも、どっち、じゃあぼかしじゃない方がいいですかじゃあこういう色とか赤く、いや、でもピン、それ赤いですよね、ピンク、こういうグリーンとか、紫か、あ、グリーンとかは嫌です。 あえて色を変えるのは嫌です。似たような色でこの辺とか、まあ、この辺とかですかね。どれでどれ、これ着物の染め替えをするのは初めてですが、ここに来るまでいろいろ迷ってもうやると決めていましたので、お願いすることにしました。参考までにお値段も公表します。決して安いとは言えませんけれども、その技術と手間を考えると、決してお高いお値段ではないと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございます。気に入っていただけましたら、高評価ボタン、また
チャンネル登録よろしくお願いいたします。